ギャレックス株式会社は、福井県越前市にある企業、スポーツウェアの製造を手掛ける。福井県ニット工業組合に所属している。福井県越前市平室1丁目12番22号に、本拠を置く。スクールスポーツウェア、カジュアルスポーツウェア、丸編みジャージの製造、販売を手掛ける。1963年3月、当時の竹吉深草町にて、 福井ニット製作所として創業。1965年12月、福井ニット株式会社設立。1983年6月、ギャレックス株式会社に社名変更した。1968年1月、福井国体で福井県選手役員に着用。1969年、福井県中学体育連盟、体育振興協力指定メーカーとなり。 日本国内の学校の体操着において、シェア第2位に成長した。カナダドル、CAM をはじめ、ライン生産工程に立ちミシン、検品装置を導入するなど、工場は高度にシステム化されている。学校制服、体操着に関しては、日本国内からの高度で、多種多様な要望に応える体制を構築している。近年は少子化に伴う、需要減少に直面しながら、 東日本大震災を機に着用可能な多機能防災用品セットの開発などにも取り組んでいる。2020年には新型コロナウイルス感染症の流行を受け、スクール水着用のポリエステル、ポリウレタン生地から洗濯して繰り返し使えるマスクを生産し、福井県内の公共施設職員に無料配布した。映画、チアラン、女子高生が チアダンスで全米制覇しちゃった本当の話。朝日ナグでは衣装を提供した。ギャラックスブルマー。ギャレックス株式会社。大阪中小企業投資育成。2020年5月5日閲覧。AB、ギャレックス。福井県ニット工業組合。2020年5月5日閲覧。株式会社ギャレックスの情報。国税庁。2020年5月5日閲覧。 AB、遠隔。ギャレックス。2020年5月5日閲覧。スペシャルフィーチャーギャレックス株式会社。福井銀行。2020年5月5日閲覧。工場見学会。繊維製品品質管理士会北陸支部。2020年5月5日閲覧。水着の基事活用紙。フェイスガード学校医療企業。マスク代わりに提供。福井新聞オンライン。 福井新聞社。https コロンスラッシュスラッシュ www.fukuishimbun.co.jp スラッシュアーティクルススラッシュスラッシュ10836962020年5月24日閲覧。福井商工チアリーダー部描く、チア、弾予告編、第2弾福井発のジャージーも。福井経済新聞。 h t t p s f u k u i k e i z a i b i z h e ン d l i n e 3 5 3 2 0 2 0年5月5日閲覧。乃木坂46出演映画に、福井初ジャージー公開記念誌プレゼント企画も。福井経済新聞。 https://fukui.keizai.biz/headline/434/2020 年5月5日閲覧スクールスポーツ関連ギャレックス2020年5月5日閲覧アパレル関連ギャレックス2020年5月5日閲覧概要ギャレックス2020年5月5日閲覧関連会社 ギャレックス、2020年5月5日閲覧、ありがとうございます。